あ、こんばんは。今そんなに、暑くはないけど24度。ただ、湿度が60%からちょっと暑く感じて、T シャツを出して。で、今日久しぶりに渋谷にいて、昔よく来たんだけど、今、まあ、ために。で、自由が丘から、東横線乗って、で、地下鉄から出て、まあ渋谷はしてると思っていたから、出口気をつけないで、ただ地球の地面を目指して、まあ地面着いたら、お、未来の別の星に到着みたいな感じで、で歩きながら、まあすぐわかるだろうと思って、で歩きながら、こう、まだ未来の別の星の 感じで、ちょっとその多分顔に「なんじゃこりゃ」とかね、広島太郎みたいな顔したって思うから、まあある人はちょっと目と目が合って数秒間のお互いに見たんだけど、多分聞いたらこう説明してくれたはずなんだけど、ただどういう質問すればいい、ちょっと準備しなかったから、JR すべきがどこで行ってしまったんですかとかね。まあ、上渋駅だけが動いてないんだよね。で、まあ、歩き回って、こう、探して、やっと、以前にあったものが、残ってるものを発見。そこから、自分が、JR 渋谷のより、どの辺にいるのかと、分かって。で、あとまあ、いろいろそういう工事現場のちょっと撮影とか、渋谷駅の中歩き回って、その古い部分と新しい部分と、で、古い部分まだ残ってると、そういう自分の過去の自分と過去の渋谷のつながりがあるって感じしますけど、古いものも何にも残らないと、ああいう時に本当に嬉しいのとあるような感じですね。で、あと新宿行って、新宿ホームで、理由わかんない、誰かちょっとまた目と目があって、意味ありそうだったけど、どういう意味かわかりません。で、そのまま、その数秒間が消えて、お互いに、まあ、僕は立って待ってて、その人が足止めてこう見て、うわ、なんだろうと思って、しばらくお互い見てて、その人もホーム違うところにいて、だからその2つのちょっと不思議な出会いがあったんですよね。まあ、出会いっていうか、まあ、迷ってる時にいたら、その人、ただ、この人迷ってるみたいから手伝おうかっていう 単純に思ってんだろうけど、ただその見方が数秒間でこう目と目で合ってる、ちょっと不思議な感じだったんだよね。で、新宿駅でまたそういうちょっと不思議な感じで、なんだろう、よくわかんないんですけど。で、渋谷は、だからし、あの昔渋谷 よく行って、まあ新宿が、最初から、まあ最近、そっか、長い間必ず新宿何の理由かと、まあ毎週1回ぐらい行った。もう何年も何年も。で、この1年ぐらいで新宿あまり行かないんだよね。そう。で、渋谷がこうどうなってるかなと見に行くっていう数回、今日が一番最近。で、まあ動画も撮ったんですけど、どうかな、動画はちょっと不思議な、写真もそうだけど、撮るときに、これいいぞって思うときに、こう意外に良くない。で、まあ一応、落ち着いて撮ると、特に期待してないときに、結構いいものを出てくる。まあ、今日ちょっといい感じだったから多分良くないでしょう。まあ、あと見て、こう、悪すぎなかったらアップしますけど。
まあそういうこと。まあだけど渋谷がすごいですね。どん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 、未来の、なんだっけ、実現してるんですか。すごいですね、渋谷って。じゃあ、まあそういうこと。